プロを味方につけていただけるといいかなと思います。しょうこさん、しょうこさん、はい、私自分に似合うメイクっていうのがよくわからないんですけど。おー、自分に似合うメイクがわからない。はい、普段どんな感じでしてるんですか？普段普通にファンデーション塗って、うん、眉毛描いて、うん、アイシャドウ塗って、うん、チークと口紅して、うんうん、普通に。あ、普通にね。あ、じゃあ毎日同じ服着てる？同じ服は着てないです。ですよね。あのね、メイクも一緒。あのね、同じ服着ないよね。だって夏だったら暑いと半袖になっちゃったりとか、ね、冬だったら寒いとね、上着着たりとかコート着たりってなってくると、おのずと顔1年間同じでいいのって話になるじゃないですか。だから、ね、自分に似合うメイクがわからないんじゃなくて、ね、まず自分の今日着る服っていうのは、なんでその服を選ぶのかなっていう理由がね、あったりするんですね。で、そこを掘り下げていくと、その服に合わせたメイクだけでも結構お洋服ってね、10パターンぐらいは軽く持ってませんか？持ってます。持ってますよね。そしたら10パターンはメイクできると、意外にあれ、なんかいろいろできるなっていう話になってきますよね。だからまずはね、自分の、まあ、鉄板で着てるお洋服に合わせた違う形の、あのメイクっていうのをね、覚えるっていうことと、あと季節に合わせてね、変えていくっていうのがコツになってきます。流行はね、少し2割だけ入れていくといいですよ、言っているんですけども、皆さん流行わからないってなってません？すっごい今はもうね、いっぱい情報が溢れてるから、どれ見たらいいのってことになってくると思うので、まず皆さん一番お金かかんない方法、はい、本屋さんに行ってください本屋さんに行って並んでる本をね、見てください、雑誌で。そうすると今一番旬で活躍しているモデルさんだったりとか女優さんだったりっていう人たちが、ね、今月号っていうことでね、表紙を飾っているんですね。なので全体的に、あ、今はこういう顔な感じだったりとか、こういうお洋服だったり、こういう色が流行ってるんだなっていう流行が一目瞭然で分かってきます。今ね、どんな顔が世間で受け入れられているのかっていうリサーチをするのってすごく大事 で、なおかつ自分の年代に合った雑誌を覚えとけば、目的目標みたいな感じがね、違ってくるので、それをね、ちょっと見てあげるだけで、自分はどれが好きなの、ね、どの年代なの、ね、っていうのをちらっとこう表紙見るだけでも、あそこはね、やっぱりヘアメイクもね、スタイリストもカメラマンも表紙って一番力入ってるところなので、ね、まずめくらなくてもね、センスが磨かれて、ね、服のセンスも磨かれるし、あ、アイメイクでなんかすっごいパッチリしたんじゃなくて、今は優しげな感じなのかなとか、口紅はね、薄いのかなとか、こういうのが流行ってるのかな、チークはどのくらいなのかな、見とくだけでも、ショコビチャンネルの方でもね、やり方っていうのはどんどん皆さんに出してるんだけど、そのね、あのね、持って帰り方が違うと思うので、ぜひね、皆さんまず見る、ね、でそこからちょっと電車乗った時にいろんな人の顔を見てみてください。これ印象的に残ったなと思ったら、まず真似から始めてくださいね。そう、あのね、似合うっていうのよりね、やってみないと分かんないですね。でまずしっかり、ね、あ、眉、この眉素敵だなと思ったらね、私はね、ノートとかにね、貼り付けとくんですね。で何回も何回も見て、同じようにメイクをね、していくっていう練習をしていくと、だん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 メイクがね、分かるようになっていきます、ね、ちゃんとこう心の目でもね、見て素敵だなって思うものをいっぱい見てね、で自分の頭の中にどんどん入れていってください。吉田翔子さん、自分に似合うメイクをこう探すためには、やっぱメイク用品ってたくさんたくさん揃えておいた方がいいのかしら？うん、あのね、たくさん揃えなくていいです。まずはね、あのテクニックを磨くっていうのがすごく大事なので、まずベーシックね、同じね、眉毛で同じもの使っても、あの私のね、あのショコビチャンネルの方でもやってるんですけども、老けて見えるメイクとか、若見えメイクとか出してるので、そちらの方をね、見ていただいて、どこ描くのとか、ちょっとね、柔らかくするのとか、手の加減だけでも全然違うんですね。今持ってる道具で、まずは
3パターンぐらいは作れると思うので、まずそれから練習して、で、あ、必要だなとか、さっき言ったように自分の、ね、中でこの洋服だったらこの間見たね表紙のあの女優さんのメイク、ちょっとチークあんな色持ってないからちょっとつけてみようかなって思ったら、必ず美容部員さんのところに行って、ね、ちょっとこうねしゃべってたやつをね見せて、こんなね柔らかい雰囲気のチークにしたいんですよ、私の肌だったらこの柔らかいこんな感じの雰囲気になるんだったらどの色が似合いますかって聞けばいいです。同じ色じゃなくてもいいです。結構ね同じ色にならないんですよね、人によってあの肌の色って違うし、使うファンデーションによっても違うので、ただ印象っていうのを必ず伝えてください。でプロはうまく使っていくといいですよね。私みたいなのが美容部員さんのとこ行って本当に相手ってしてもらえるんですか？いやいや美容部員さん優しいですよ。ハードルね高いなってよく思ってたんですけど、あの今のねあの美容部員さんはとってもあの優しい方多いです。でちょっとねやっぱりデパートっていうところでハードルが多分上がってくると思うので、ね、街でドラッグストアとかで化粧品のあの部門ってあるの分かります？ちょっとこう窓口みたいなのがあるの、結構ねハードルが多分ねもうちょっと下がってくると思うので、そこからあの聞いてくるっていうのも一つだし、今ねオンラインとかでもあの予約するとあのメーカーさんとかがねマンツーマンでねちょっとアドバイスしてくれるっていうサービスもあったりもするので、そういうのをうまく使っていくっていうのも一つの手かなと思います。でまずねあの美容部員さんとか言ったら買わされるかもしれないっていうのがちょっと怖いじゃない？はい、あの私も説明が上手な人がいるとめっちゃ買っちゃってね、はい、買いすぎたっていう時あるんだけども、やっぱりね説明がね上手じゃないと必ず逃げ言葉が、あちょっと一回塗ってみてぐるっと回ってきますねっていうか、あの肌がねちょっと弱いので一日置いたのを見てみたいですとか、ね、定着した時にどんな感じになるのか、ね、どんな風な浮き具合になるのかとか、ね、密着度っていうのをちゃんと把握していただきたいので、ね、あの1日ちょっとあの様子見て、ね、気に入ったらね着たいですとか、ね、試供品とかアドバイスをしっかりいただいて、で気に入ったらね必ず購入してあげてください。聞いた本人にこの間ねアドバイスしてもらってとっても役に立って好きだったので買いましたって言ったら、もうその人はね、あなたのことを覚えてます、だって嬉しいじゃない、だってせっかくアドバイスしてくれてまた来てくれたっていうと、もうね特別なお客様になりうるかもしれない、記録に残す女になって、はい、でどん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 プロを味方につけていただけるといいかなと思います。みんなをきれいにしてあげたいっていう気持ちでねいろいろ勉強されたりとか、はい、お仕事されてる人が本当に多いので、皆さんもね、あの聞いたらちゃんと優しく教えてくれるからね、で教えてくれない人と当たったらその人に聞かなきゃいいのよ、ね、同じあのブランドさんでもいろいろね、あの西武があればね東急があったりとか、いろいろデパートもいっぱいあるじゃないですか、違うとこ行けばいいです。綺麗になるときはめげないでやってみてください。はい、皆さんね自分に合うメイクあの分からないとお悩みの方、お洋服を選ぶようにメイクもね同じように考えて、選んでいくっていうことと、ね、次は、ね、あのしっかり美意識を磨くっていうところは本屋さんの、ね、表紙をざっと見て、ね、今の流行がどんな感じになってるかっていうリサーチをして入れていく、あと、ね、プロをうまく使い、これもねあのいつも言ってるんですけども、ね、今回は美容部員さんに敷居が高ければ、ね、ドラッグストアとかの、ね、端っこでやってるようなメイクコーナーのね美容部員さんがいらっしゃると思う、よかったらまた来ますって言って一回戻る、でそこから気に入ったら同じ人に買いに来ましたって言えばもう次からもうその人覚えてくれてるから、ね、その人にバン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 聞いて、はい、自分の綺麗を加速してみてください。はい、皆さんね似合うメイクっていうのももうね本当に毎日肌って変わるんですよ。はい、なので毎日変わるし、ね、季節も変わるし気持ちも変わるしということで、どんどん自分更新型の美容法を取り入れてみてください。はい、今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。もしよかったらいいねボタン登録ボタンを押していただけると、やる気出ます。はい、でまたこうやってね皆さんの質問を受けてパフコちゃんがしっかりねあの質問ねしてくれるので、皆さん分かんないことがあったらどんどんね何でも書いといてください。
はい、いつもありがとう。ではまた次の動画でお会いしましょう。